綺麗な場所に来ておりますが、自然が豊かですね。今日はみんな住人たちに会いに行こう。名前覚えてるな。ルルズあ、ズーじゃない。実を言うとここ大きな公園で、大きな公園の中に動物園と植物園のところです。広いよね。結構大きいですね。行きましょう。行きましょう、はい、はい。数年行ってない。私も多分中学生ぶりとかそんな感じかもしれない。というかバレエ教室が近くだったからね。そうね。なんかしんどかったね。でもこれ土曜写真撮ったくる。これ初めて見たんだけど、狸っぽい。狸となんか。あ、寝てる。うち来てくれな、かわいい。映ってない。マドレーヌ知ってる？動物園から出てすぐに植物園の方に来てみました。春は桜に咲いていて、日本人がたくさん集まる場所です。そうなんだ。今回はこんな感じに、動物園いかがでしたか、犬さん。お猿さんとかカエルが可愛かったです。だから日本の動物園よりも柵がない、うん、距離が近い気がして迫力がある、はい、動物園で動物との心の距離も縮まったと思います。滞在時間2時間半ぐらいかな。もう周りの植物園は無料でも楽しめるので、皆さんぜひ、はい、のんびりしに来てください。そうですね。はい。ということで、次回もお楽しみに。